さくん、ついになんかできたそうですね。何を？嘘。その膝の上にあるのはこれだ。ついにできたね。これだよね。このすごい箱のやつ。じゃーん、そらくんが作ったのはこの何？テクニック？スーパーカー。スーパーカー。8070という。ものをレゴで作りました。すごいんですよこれがまた。じゃあこっからそらくん自分でプレゼンしてやってください、撮りながら。はい、見て渡します。こんにちは。よいしょ。まずここのボケちゃって、そいつオン。そう、ここの白い部分が回ってます。それでこのギアこっちすると、ボンネット開いて、開いてる。こっちにすると、後ろ今出ました。で、こっちのドア開けます。逆にすると向こうのドアが開きます。これで全部開きます。ここ、ちょっと止めます。一回。ここ、この黒い部分で、タイヤをこう動かすことができます。で、これエンジンです。走らせると、まあ後ろの後輪だけ回します。とこういう風にエンジンが動きます。じゃあ今度は戻してみたいと思います。スイッチを最初の時の逆に入れます。それとモーターが逆に回るので、それでも入れます。じゃあ後ろのやつから風戻りました。今度はボンネット。今度はドア。はい、戻りました。これ作るの1日。今日作りました。後ろ、ここはこういう風に手で開けます。で、サスペンションが、見ててください。後ろ結構あるんですよね。なんかこうなって、前にもサスがついてます。こっちもここに見えるかな。まあいいか。この中にサスペンションが本当は入っています。ちょっと見えないけど。で、運転席がこういう風にあそこにハンドルがくっついてます。一回全部開けてみます。よいしょよいしょよいしょ。ではこっちか。あれ、こういう風になってます。これがさっき落としてたサスペンションですね。ほら、こっちにもこのこれサスペンションです。ほら動きます。これが椅子、奥にも一個ついてます。はい、全体上から見るとこういう風、前が結構かっこいいです。こういう風に V8 というマークがついてます。じゃあこれでレゴの紹介を終わります。ああ、全開したね。これここちょっと止めてるよ。これが全部オープンした。これ何、もともとフェラーリ？これ違う、分かんない。何かでもレゴする。あ、蓋閉まっちゃった。一個後ろ、これすごいね。これやりましたね。そらくん何日かかった？これ丸一日、夕方お昼過ぎからやってる。すごいよね。これ大きいんだよね。これね、
これはでかい。ちょっとそらく持ってくんない？その持った感じで分かるよね、大きさがね。はい、これの顔よ。ほら、こんなにでかい。エンジン動かしてみる。黄色いとこ見てて。あ、どれ？黄色いの。いいよ、撮ってるよ。いいよ。スーちゃん泣いてるね。あ、ほんとだ。エンジンも動くんだ。バックさせるところ。バックさせる。あとはなんかすごいとこってあるの？下がすごいんです、下が。どれ？うわ、これは。ギアだらけだな、これ。一個でも間違えたらギアが動きませんから。そらくん、全く一人で作りました。やるな、お前。全部閉めてみる。じゃあ全部閉めてください。おー、閉まってる。後ろ。今、後ろ閉まってます。これ、ドアですね。はい、閉まった。閉まった状態がこれ。ねえ、すごいね、これ。後ろブレーキランプもちゃんとついてる。へマフラーもほら、こっから。どれ？マフラー。ね。うん。で、ブレーキランプ。かっこいいよね。レゴでこんなの作れるんだね。すごいね、これ。中もギアだらけで。考えた人すごいよ。ほら、これはすごい。重いんだよ、こっち一個。どれ？体の、体。ほら。落っことさないでね、それ落っことしたら大変よ。ほら、体俺の上半身。どうだい？じゃあ少し離れて撮りましょう。おお、君の顔の3つ分ぐらいあるね、それ。重い？重い、結構。重いよな。ああ、とか言うと落っことさないでね。ああ、危ねえ。おめでとうございました。やりましたね。すごいね。タイヤもほら。タイヤの向きが今。そこをひねると変わります。ちょっと走らせてみてくれる？超速いよ、これ。シャーン。そっちからさ、お父さんの方に向かってビデオで撮ってるからね。さあ、走ってくれでしょうか。スーパーカーテクニック。後ろ出す。テクニックスーパーカー。テクニックスーパーカー。後ろ出す。発進。なんか。ああ、速い。今度は俺の方から行くからね。重いよ、それ走る。すごいね、これ。ガシャンって行っちゃうから。いやー、これはちょっと持つのも大変ですね。持たない方がいいよ。パキッて。じゃあ行くぞ。これ、タイヤが今曲がってるみたいです。OK。行くぞ。OK な、カモン、ベビー。多分曲がるよ、ほら。うわぁ。後ろ出すよ。後ろ出した方がかっこいいよ。はい、しまった。スイッチが難しいんだよね。もう一回行くじゃん。うん。今度こっちから行く。これでラジコンで走ったら一番いいんだけどな。さすがにそこまでは。あるじゃん。行くよ、向こうに。よ。あ、ぶつかりました、布団に。すずちゃんの布団です、あれは。あ、やばい。来た。いやー、すごい。これはすごいわ。これ100点だな。100点、ついに100点出たな。120点。バギー、3位がバイク、4位フェラーリ。フェラーリなんかつまんなかった。こういうの作っちゃったよ、もうあれだよね。これ以上のものはちょっとないよ、もう。ね、あとラジコンで走る車ぐらいしかなくなっちゃう。いや、滑る感もあるんだよ。そうなの？じゃあ。うん、じゃあね。はい。